大手自動車メーカー12社の労働組合はベースアップに相当する賃金改善分として月額平均3000円を要求しました。去年の6000円の要求からは半減したものの、ボーナスにあたる年間一時金はトヨタが 7.1 ヶ月、富士重工業が 6.5 ヶ月を要求するなど、去年を上回る企業が相次ぎました。各労組は好調な企業業績を背景に3年連続のベアを獲得したい考えですが、経営側からは経済の先行きを不安視する声も多く、来月16日の集中回答日に向け厳しい交渉が続きます。また大手電機メーカーの労働組合は18日までに要求書を提出する予定です。